中村宗十郎、中村宗十郎、中村宗十郎、天保六年、1835年明治二十二年、1889年10月8日は、明治時代に、上方で活躍した歌舞伎役者。同時期の初代実家は炎尺、初代市川右岸次と共に、延べ右と呼ばれ、関西劇団の重鎮として人気を集めた。本名は、藤井重部へ。 野望は末広屋、拝名は千登る、霞線。終わり国名古屋の厚田富江町の銭湯の主人の子として生まれる。後母の実家で、入れ橋の藤池に押しに行く。芸事が好きで踊りや、三味線を習い、家を出て、旅役者の一座に入り、嵐亀蔵と、名乗り伊勢から名古屋で舞台に立つうち、気合わせた、大阪の芝居関係者に見出されて、大阪に行く。 大阪では二代目、中村勘弱、初代、中村貫次郎の父門人となり中村歌目蔵と名乗る。この修行時代に、実家は信次という若手と知り合い、二人はコンビを組んで、片方が三味ミを引きもう片方が踊りを担当し、通行人から金をもらって、路銀の足しにした。この延べ継が、後の初代炎弱である。大阪で活躍するうち、その素質を、初代、 中村若衛門に認められ、幹部俳優の四代目、三松大五郎の婿養子となり、万円元年、1860年8月、死亡した義兄の名を襲って三代目、三松玄之介を襲名。若手の有望株部として、大芝居に出演して人気が上がるが、源氏元年、1864年両房との離縁を、木に若衛門の門下となる。この時、中村総重郎と改名する。 中村は、師匠の若衛門からもらい、総重郎の方は、沢村玄之助が、沢村総重郎を襲名するのなら、自分も、玄之助だから、総重郎を襲名すればいいだろうとこれを頂戴した。いい加減な命名だが、あまり名跡にはこだわらない神方らしい命名である。その後は、花形役者として、道頓堀の大芝居で活躍、名人、炎尺、上手総重郎。 技の右眼継ぎと呼ばれ、この、延べしゅう右で芸を競い合った。明治六年、1873年、しのぎを削る縁尺が自分より先に座頭になったことに、奮劇、初めて登場する。この時は、人気が集まらず、総十郎にとっては、ほろ苦い東京でのお目見えだった。門伐外から、幹部俳優にまで出世するだけに努力もしたが、その反面気象も強く、 しばしば一座した俳優と衝突を繰り返したり、役柄が気に入らないと休んだりした。明治九年、八百七十六年、大阪に来園した三代目、沢村田之助と喧嘩した時は、気ぐらいの高い田之助が、成り上がりと曹十郎を部別したので、双方まっ喧気が強いこともあって、こじれにこじれ、曹十郎は突然役者を廃業し、本名の藤井十兵衛で、大阪多左門橋に、 呉服屋を開店して周囲を驚かせた。間もなく、総十郎は劇場の火事で経営に不安を持った関係者の尽力により舞台に復帰する。文句の多い口うるさい人物を大阪では末広屋と呼ぶくらい総十郎の問題は有名だった。明治10年1877年以後、名工業士12代目森高にいよいよの招きで、 しばしば、東京の舞台に出た。段菊左と舞台を共に務めたり、木阿弥作の、幼児蘇がかりばあけぼの、幼児、蘇がや、天衣ふんへの初花、高知山などに出て、東京での人気も上がったが、やはり九代目、市川段十郎とは、そりが合わずにその問題児ぶりを露呈した。幼児蘇が初演時には段十郎に面と向かって下手くそだ、菊五郎の方が、よほどうまいと罵倒して、 喧嘩となり、仲裁に入った左段地にまで下手くそとののして、揉めたなどというのは序の口。段重郎の葛歴思考が気に食わないからといって、彼が勤める五郎が、絵星に、鎧すね当てという時代交渉にのっ取っとった、写実的な装いだったのに対して、総重郎の重郎はあえて従前同様の、小袖姿で登場し、そのちぐはぐな取り合わせは、かじみ舞いに、水見舞、兄は可愛い選択に、 弟は病いしばかりにと嘲笑されるほどだった。今回は、勘いよいよが仲裁にはいるが、結局双方折り合いがつかず、二人の仲はこれまでにないほどこじれてしまった。さらに、佐段寺や菊五郎までもが段十郎の味方についているものだと思い込んで、劇場に出勤しても、わざわざ段菊左には挨拶もせずに、さっさっと自分の楽屋に入ってしまったかと思えば、 自分の出番が来るまでは出てきもしなかった。当然、東京の悲劇の怒りを買ったが、惣十郎は一歩も引くことがなかった。それほど自身の芸に誇りを持っていたのである。男十郎のかつれき者は、惣十郎と組ませるのが常だったが、そもそも活力れ者は一部の指揮者以外には人気がなかったため客足が伸びない。 そこで、劇場関係者は二人の名を引っ掛けてかけて、一番、ものは、孫、十郎王と皮にった。それでも二番者の左男児を組ませた、菊五郎の残切り者が人気で興行は成り立ったので、ある。明治二十二年、1889年4月、大阪なわ座、キャラ仙台萩の二期壇場を、最後の舞台として55歳で死去した。 総十郎の大きな功績の一つは、後輩の育成に熱心だったことで、特に初代、中村元次郎の資質をいち早く認めたことが、挙げられる。明治十五年、1882年元次郎を、自身の一座に加えて、中心伝理の八上、植木屋の屋七縁野郎人、千崎屋五郎を務めたときは、元次郎に、よう見ときやとまず自分が何度もやってみせ、後に、 これを元次郎に代演させた。これを皮切りに、新獣天盟島、川省の自閉、菅原伝授手習い館、寺小屋の武部玄三、総長長ぐる日記、引き窓の十字兵敵討ち乱流金、大安寺邸の次郎衛門、大見源氏先人館、森綱陣屋の森綱などの、その後の元次郎の当たり役となる役どころの多くを、教えている。 また、活歴を修正した、新しい歌舞伎を目指して、写実的な演出を行い、これが、須藤貞則や川上音次郎の創始芝居に影響を与えた。ベニスの商人の、本案者も,も上演しているが、これが日本における、シェイクスピアもの講の師と言われている。地味だが、上品で、写実的な芸風で、役柄も広く、時代物や和語との立ち役をはじめ、不景役。 お山もこなした。派手な炎弱とは異なり理智的で斬新な役作りが特色だった。意外つ道中スゴロク、沼津の十兵衛、寺小屋の玄蔵、かなて本四十七文字の桃井若狭之助、早野勘平、川章の慈兵、五代劇連官、五代劇の源の五兵などが当たり役としてられている。芸熱心で、恋女房、染め分けた綱。 十の意向分かれの奪いの意を務めた時は助役者の市川久米八の型を取った。当時女役者は役者の中でも隠したとみなされており、当然批判が出たが、総十郎はいい芸なら女役者でも手本にすると答えて動じなかった。総十郎は日頃楽屋にいる時からその役になりきることを心情としていた。欧州は立原の盲目の袖藩を務めた際には、 目を一切開けないという熱縁のあまり花道から転げ落ちてしまったが、花道に戻る際にもこれを手探りで早がって、店観客を唸らせている。明治二十一年、千八百八十八年に、寺小屋の竹部玄造を務めた際には、玄造の女坊呂を務める後輩役者からトローのやり方を聞かれ、トローは誰の女房か、夫玄造はどんな身分のものか、なり夫の身の上に、 大きな災難が起こった時、女房たる者にどういう感じが起こるか。女ながらも一別の力を添え、恩を報じ、夫の忠義を立てさせたいと思うのではないか。まず自分をその位置に置いて演じたら、演じられぬはずはない。大阪朝日新聞1889年10月11日と理論的に説明している。あらゆる意味で、明治の新時代にふさわしい役者だった。 遺廃用紙に初代中村河川和ご土芸の後継者としては初代中村万次郎がいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。